ナンクラです。今日はですね、貧乏人は自分でやろうとするという話をしていきたいなというふうに思います。結構ね、なんかコンサルしたりとか、まあ、いろんな人とね関わっていく中で、何でも自分でやろうとする人って結構多いなっていうふうに思ってて、でもなんかそういう人ほどなんかうまくいってないっていう気がすごくするんですよね。でまあ俺自身はなんかよくこう凡人のための人生戦略かみたいな話をして、まあ、凡人はどうやって人生をねうまく乗り切るのかっていう話を結構するんだけど、その中で一番重要視してるのは何かっていうと、他人の力を借りるってことなんだよね。だって凡人なんだから自分が頑張ったってもうたかが知れてるわけよ、結果が。でもっと言うと自分が一人でやってきた結果が今の現状なわけね。だから今の現状をなんか抜け出したいと思うんであれば人の力を借りるしかないんだよ。にもかかわらずなんか多くの人ってのが自分一人で何もかもやろうとしてる人多いなっていうふうに思うわけ。なんか例えばじゃあ独立してなんかね情報発信していこうっていう時に例えば自力で全てやろうとする人がいる。この前もねちょうどアドバイスしたのはある会社のね社長さんなんだけど、マーケティング用にね電子書籍を使うというアドバイスをして、まあ、電子書籍をどんどん、ね、書いていこうみたいな話をしてたんだけど、やっぱりねその時こうアドバイスしたのはやっぱりもう徹底的にね、まあ、外注というか、外部のスタッフだったりとか、まあ、自分のところのスタッフでもいいんだけど、まあ、そういう人たちをどんどん活用していきましょうという話をしたりとか、そういうアドバイスをしてもらったのね。これなんでかっていうとやっぱりこう自分一人でやろうと思うとやっぱりねなかなか時間がどんどん過ぎていっちゃうんですよ。でそうするとどんどん遅れていく。だから自分がやらなきゃいけないものっていうのもあると思うんだよね。自分しかできないもの、自分しかできないものは自分がやらなきゃいけないんだけど、自分じゃなくてもいいものとかも意外とあったりとかするんだよね。だそういうものはどんどん人に振っていくっていうことが非常に重要だったりとかするかなというふうに思います。なんか俺なんかの場合はどっちかっていうと一番重要なのはさ、まあ俺はこういろんな著者のプロデュースとかいろいろね会社のプロデュースとかいろいろやるわけだけど、やっぱりその直接コンテンツホルダーだったりとかサービスを持ってる人だったりとかっていう人と、まあ、直接会って直接こうどういう方向性に行くのかみたいなところっていうのは、まあ、俺しかできないけれども、例えばじゃあ企画が決まってじゃあそれを販売していくとかっていう段階になれば、ね、うちのメンバーができたりとか他の人ができたりとかっていうのがするなっていうふうに思ってるわけよ。だからそういった意味で、まあ、どんどん人の手を、ね、借りるっていうことが非常に、ね、重要だなっていうふうに思ってるわけよ。でそれがなんかこう多くの人は自分でやろうとしてしまう。でその理由がさ、例えばじゃあお金がかかるからとかっていう話があるわけだけど、全然ねお金かかってもやるいいと思うわけ。例えばまあ本当に誰でもできるようなものであれば、なんかいくらでもココナラとかさ、なんかいろいろあるわけじゃん。今だったらアウトソーシング系のマッチングサイトみたいのがあって、まあ、それは例えばなんだろうな、動画の編集やってもらいたいと思ったら、まあ、それを募集して見積もり取って、まあ、ちょっと連絡とか取り合ってこの人がいいなと思ったらもうバンってそのままね動画の編集を頼むとかっていうこともできるわけだよね。そういったこともできるし、あともう一個俺重要だなと思うのはやっぱりすごい人の力を借りる、プロの力を借りるってことは俺はすごく重要だなと思って、ここはまあ本当にお金はかなりかかる可能性が高い。まあ俺自身も今ね、例えばここ最近というかここ1、2年、まあ、教育関係の方に進出したいみたいな形で教育関係のね授業っていうのをまあいくつか手始めにやれてるわけだけど、まあそのためにやっぱり、お金を払ったりとか、あとはまあその人と一緒に、授業をやることによって、その人に結果的にねお金が入るような形をしてるわけですよ。だからその俺とかはまあ何を意識してるかっていうと、やっぱプロに頼めるかどうか、一流の人に頼めるかどうか。だって一流の人にやってもらえば早いわけでしょ。何でもそうだけど、一流の人口説いて一流の人に全てやってもらったら早いわけですよ。だからその時に何がなどうすれば一流の人にやってもらえるかって言ったら、まあお金を払うか、お金が稼げることを一緒にやるか、まあ、このどっちかしかないなっていうふうに思ってて、だから俺はいつもね金で払うか体で払うかみたいな話をねしてたりとかするわけよ。だからぜひね皆さん考えてもらいたいなっていうふうに思うのは、もうとにかく自分一人でやらないってこと。自分一人でやろうとすると時間もなくなるし、結果的に結果も出ないからお金もなくなるわけね。大体うまくいってない人ってそのどん詰まりになってるなというふうに思ったりとかするわけ、ね。で最近なんかね俺がまたなんか言い始めた電子書籍なんかもそうなんだけど、電子書籍も、まあ、自分でできなくないんだよ、はっきり言って。自分でできなくないけど、自分で一人でEPUB化して、自分一人で例えば企画考えて、自分一人で原稿を書いて、自分一人でEPUB化して、自分一人でデザインとかやったら、本当に時間もかかるし、もう素人臭いものしかできないわけですよ。まあ正直ね、今はこう、Kindle Unlimited っていうのが普及したことによって、電子書籍って俺は稼ぎやすくなったなっていうふうに思ってるんだけど、でもやっぱりその素人臭いものはやっぱりね、誰にも読まれない可能性が高いわけね。
だからまず企画だよね。まず売れる企画を考えなきゃいけない。それも考え方があるわけ。まあ俺自身そのね企画の考え方みたいな本出してるけど、まあ電子書籍なら電子書籍、 Kindle なら Kindle Unlimited の特徴があるわけ。だからそういったものをちゃんとね学んだ方がいいし、じゃあ原稿もどうやって書けばいいのかねっていうのも学んだ方がいいし、でそれは添削を受けた方がいいわけですよね。実際にその、プロから見てもらった方が絶対いいし、でじゃあどうやってねそのカバーとかデザイナー、ちゃんとしたプロのデザイナーに頼んだ方が絶対いいわけですよ。でそうすると本当にこう時間も取られないしお金も入るしっていう形になっていい循環が生まれるのね。時間とお金が生まれると何ができるかっていうと、それの時間とお金をさらに別のところに投資できるってことになるわけですね。で別のことに投資すると自分の成長だったりとか自分の経験につながるわけ。でそしてそれをまた、その経験とかをね成長した部分っていうのをまた何らかのねコンテンツに変えていく。そしてまた時間とお金を生み出して、そしてまた経験していく、勉強していく、そしてっていう形でこう再投資をどんどんしていくっていうのが結構なんか人生戦略上重要なのに、最初のところで全部自分でやろうとしてどん詰まっちゃってる人が多いなというふうに思ってるんですね。なのでぜひですね、何か一つのことを形にしようとかお金にしようとかって思ったら、必ずねプロに聞く、プロにお金を払って聞くっていうことが非常に重要なんだよっていうことなんですよ。だから今日はね貧乏人ほど一人でやりたがるっていうテーマで話させてもらいました。本当にねうまくいく人ほどみんなを儲けさせるっていうことを意識してると思うんですよね。とにかく一緒に関わる人が全員儲かるように考える人たちが最終的にお金持ちになるわけですよ。にもかかわらず一人でやろうとする人は、なんで一人でやるかというとね、儲けも独り占めしようと思っているからなんですね。だからそういう人たちっていうのは絶対うまくいかないよという話をさせてもらいました。ということでですね、電子書籍稼ぐ方法みたいなねちょうど説明会をやろうと思ってますんで、ぜひこの概要欄にあるですねリンクからそちらの方を申し込んでもらえればなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。